ちょっと無理があるでしょ。まだ言うか。はい。あ、先生。おい、おはよう。おはようございます。よし。キリーズ。調整。はい。で、お願いします。お願いします。はい。着席。どん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 野球詳しくなっていってる感じがするんだけど、どう、ヤオミ。そうですね、あの最初は無知だったんで分かりやすく、ね、説明していただいて、ね、少し、ね、分かった気がするなんかヤオリンどうしたの、どうしたの、すごい真面目だけど真面目無知で、ダイちゃんはまあ、ミャオリンのバカ加減なんでよ全然知らねえじゃん私も全然分かんないけどね、うん、ということで、じゃあ今回もてっちゃん先生に聞こうと思っているお題はじゃん、はい、ゴールデングラブとは何ですかという、ニャオリン分かる？ゴールデングラブ、うん、グラブ。これも何となく分かんない。なんとなく私もえグラブ。ゴールデングラブじゃなくてグラブね。ゴールデングラブだったらなんか楽しい感じ。下ネタじゃないぞ。下ネタ。下ネタじゃないからな。えゴールデングラブ全然分かんない。初めて聞く言葉。ナイちゃん分かる？一年間の通した部門の MVP みたいな、だからそのベストなんとか賞みたいな、そういうイメージとして。まあ、ナイちゃん似てるけど、うん、ちょっとこのナイちゃんの場合はちょっとこう大きいっていうか MVP スペシャリスト、うん、そのじゃあ何のスペシャリストか、あ、何のスペシャリスト、そうそう、野球にちなんだもんな、ね、見た通りじゃん、何のゴールデン、ゴールデン、ゴールデンタイムにタイムは出たら出てきたのに歌を歌ったり、なんか番組になっちゃってます。野球って言ったら、うん、走る、あ、打つ、守るところ、うん、3部門なんだ。そしたらこの、うん、一番ホームランを打ってる数、グラブだよ。グローブ。グローブ。年間で、あ、そうか、これから説明しなきゃいけないのか。あ、先生ごめんなさい。一応これ。野球の、うんうんうん、分かる、それは分かる、スタジアム、うん、それではここはピッチャー、ここはキャッチャー、うん、ここはファースト、うん、そこセカンドじゃなくて、おえセカンドでいい、おおおおサード、おお、え守り、え急に大ざっぱり急に大ざっぱり全員守りだよ、なんでピッチャー、キャッチャーファースト、セカンド、サード、外野。お前、ここが一番大事な。ここはじゃん。でしょ、うん、端っこにいる人が。何を言っとんの、ここはそうセンター。そう。これがセンターだったら、うん、こっから見て、うん、左、右だよね。ということは、ライト、レフト。レフトだろ、ライトだろ。左がレフトだ。で、ケチャ先生。昨日あのジャイアンツ戦見に行ったんですよ。やばい。野球見に行ってた。それでなんでわかんない。わかんないよ。一応何人いるわけ？試合に出るのは野球っていうのは。11人。ここでゴールデングラブっていう賞は、その1年間で各ポジションで一番優れた選手がいただける賞なんですよ。それで俺の場合はショートだったから、うん、この時に年間で一番活躍選手にいただける賞なんですよ。そうすると今度この1年で守備も打つ方もトータルして各ポジションで一番良かったのがベスト9っていう賞もあるんですよ。そういう賞もあるわけ、ね、で俺が一番活躍した時にこのゴールデングローブ賞もいただいて、うん、ベスト9もいただいたんですよ。けちゃん先生そう違う、すごい、しかもショートって花形なんですよね、ポジションの中ですごい重要な、うん、一番飛んでくる確率が高い、そうすると監督がチームを作っていくために何を一番チーム作りとして考えると思う？守りか、守りで言った中でもここ中心線っていうんだ、これが中心線、バッターはここを中心に打ってくるとヒットの、そうするとピッチャーを中心としたセカンドショートに一番優れた選手を置きたいわけ、このセンター、守備の上手な、そうするとあヒットだなと思ってもアウトにする確率が、だからここで取る賞は大したもんなんだよ。
趣味が強い。そしてショートで活躍してた選手がどんどん年いくと、だんだんサードにコンバットとか、ファーストにコンバットって守備変えられていくわけ。そうすると何が起こるかって言ったら、どんどんベンチに近づいちゃうんだよ。それで引退すると。へえ、そういうの分かってると違いますね。誰が移動したかも注目すると、ね、チームの経過ね、見ていく。そうすると、あの選手そろそろ引退かなとか。役もあるんですか、その上に上がるというか。大体普通でいくとサード、ファーストっていうのは結構打つ、守備はまあまああんまり多少でもいいかな、打ってくれればいいかなっていうのが大体こういうポジションに行くんだな。スケートライポジション、もちろん野球だから当然ここに飛んでく。野球っていうスポーツは確率のスポーツだから、人よりも1本でも多くヒット打つ、人よりも1つでもアウトを、というとやっぱりここに飛んでく確率の方が多いんですよ。もうだいぶちょっと経つけど、ロッテの若きエースの佐々木朗希君という子が完全試合というのがすごい記録を作ったんですよ。完全試合だから一人もランナー出さなかったんですよ。誰もがチャンスあるんですよ、ピッチャーは。27人アウト取ればいいんだから。でもそうはいかないよ、そんなに。佐々木君はこの間27個のアウトのうち1球だけなんですよ、この外野に飛んだっていうの。すごいでしょ。27のアウトのうち19は守ってなくてもよかったっていう、この2人だけいればよかったっていうこと。19三振してんの。7つ内野、1球が外野に行ったっていうだけ。すごい記録なんですよ。で、僕も現役時代完全試合は経験ないんだけど、ノーヒットノーランっていうのは2回守ってたの。フォアボール出してもいいのかの人の。フォアボールダメなのが完全試合。そう。球もヒット打たれなかった。その日本の選手が、ピッチャーが。もう、ノーヒットノーランだと今度守ってる方も。うん、退屈じゃん。いや、退屈じゃないんだよ。退屈じゃないんだよ。ノーヒットノーランだから、逆にプレッシャーかかっちゃうわけ。エラーができない。エラーだったらまだノーヒット、ノーランは続けるわけ。生地か変な中途半端なことをしちゃうと、今度やったらエラーじゃないのって言うと、なんかヒットに記録されちゃうだとか、結構ノーヒットノーランだとか、このロッテの完全試合、これ守ってる人はプレッシャーあったはず。すごい試合だったんだ。すごい勉強になりました。だから今でも当然ね、綺麗にそのゴールデングラブが飾ってあるけど、これはもう本当にね、素晴らしい。ゴールドで自分がその当時使ってたグローブの形をメーカーが作ってくれるんですよ。へえ、すごい。ちなみに広瀬さんは何回受賞してるの？2回かな、2年連続。すごい、ということで、ニャオリンと大ちゃん、何か質問ありますか、このゴールデングラブについて。守備の時も眼鏡じゃないですか、あれはもう特注のずれないような。いやいや、そういう、あれだよ、もうそんなにはなかったけど、普通でいけばやっぱりやりにくい。どうもね、当時はコンタクトはあんまり合わなくて、なんかね、こう痛くなったりしたもんで、やっぱもうメガネでね、慣れちゃうとあれなんだけど、特に雨降った時は神経使いましたね。パッて一瞬の時に曇っちゃったらもうやらないでしょ。ドームだったら関係ないけど、ちょっとそういうのは神経使うかな。ああ、なるほど。大ちゃん、分かった？あ、分かりました。はい、ということで、ゴールデングラブについて今回はお聞きしました。ということで、今回も先生お願いいたします。はい、ということで、てっちゃん先生のサインが欲しい方はチャンネルを登録していただいて、概要欄にあるメールの方からお申し込みください。動画の方がアップされて1週間以内が締め切りになりますので、お早めにお願いします。もちろんいいね、 YouTube でのコメント、ぜひぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくねお願いします。書けました、ありがとうございます。真剣にね聞いちゃったよ。ということで、今回はゴールデングラブについて、みんなで勉強しました。ではまた次回。じゃあねー。